今日ご紹介するのがですね、こちらの一光さんという小さな建物ですけど、めちゃくちゃお弁当のメニューがありますね。ここで全部やってんでしょうか。ちょっと行ってみよう。いらっしゃいませ。どうもお世話になります。こんにちは、はい、こんにちは。ここは一光という、はい、側面にメニューがだーっと書いてありましたけど、はいはい、それ全部ある感じ。全部ある感じで、ちょっと僕気になるのを見てもいいです、はいはいはい、いいですよ。いい、ちょっと横行こう。なんかどれがあるか、今日あるのが、ね、今日あるのがというか、ほぼほぼある。ちゃんとあるあるあるないある、うん、あない、まあこう今、まあ、お魚が入ったお弁当でおすすめなのがもう海苔弁。はい、はあはあ、どれがいいんだろう。うなぎなんかもあるんですか。ありますよ。うなぎ丼。ちょっと待ってください。忙しい。うなぎ今日ありましたね。はい、うわすごい。いやこれうなぎ丼ぶり1000円。はい、これすごくです。よっぽど嬉しいんですね。大きく書いてありますもんね。アピール、はい、ね、なんとしてでも手に取ってほしいっていう。明治時代の終わり頃に開業した仕出し一光。販売店とは別の場所に本社を構えており、そこで手作りしたお弁当を販売しています。種類豊富なお弁当はボリュームもたっぷり、どれも見栄えが良くて大人気。オープン直後の朝9時から人が並ぶのだとか。取材の時もお客様の姿が。3年前まではこちらで、こちらでした。こちらでランチを提供していたんですが、はいはい、コロナの影響とかもありまして、お店を休まざるを得なくなってしまって、社長がやっぱりお客様には喜んでいただきたいということで、急遽店舗を構えまして。はい、例えばこの中で やればよかったような気がしますけど、そういう、そうですね、横にプレハブを立てなくても、ちょっとですね、こう中に入らないといけない。ここはさっと車を止めてさっと買っていただける。まさに、はい、そういうことですね。そういうことでございます。結構朝早くからいらっしゃる方多いんですね。そうなんですよ。続々とはもう昼前には行列が、はい、ありがたいことなんですが、たくさん、はい、ありがとうございます。ご覧になりますか、はい、今の一押しを行きます。止めませんね。止めません。一押しを行きましょうか。いや、ちょっとなんかこの後何かあるんですか。ありません。あ、ないでしょ。ちょっと若干僕のペースでやらせてもらっていいですか。ダメですか。負けません。負けません。マジですか。はい、マジです。あ、マジですか。一つ下ですね、年齢が。あ、そうなんですか。はいはいはい。あ、じゃあ僕先輩なんで言うこと聞かないといけない。そうです、わかりました。その流れで、わかりました。じゃあその勢いでいきましょう。お弁当の販売店のお隣、レンタルスペースの中で特別におすすめのメガ盛り弁当をいただきます。じゃあメガ盛り弁当、これがもう1000円切ってますからね。急に静かになるとすごい気になるんですけど。もともとはおとなしいタイプで。うざつけ。はい、すいません。これは豪華だ。頑張れるね、はい、うん、そうですよね、うん、はい、力がみなぎってきます、はい、元気の源になるように、うん、はい。中島さん、レンタルスペースについて聞いてみました。でもここはあれなんですよね、貸し会議室ということで生まれ変わって、そうですね、やってるっていう。そうです、いろんなことにイベントとかに使っていただいたり、うんうん、家族のお集まり、親戚のお集まりとかにも、うちの仕出し料理をここに持ってきてですね、食べていただくこともできますので、はい、お客様ファーストでやらせていただきます。すごいですね。それでは140年続く仕出し屋さんが営むとにかく明るいお弁当屋さんに、遠征さん、認定でございます。
万歳。